皆さんこんにちは。9月4日金曜日、時刻は正午を回りました。 FM ルマみんなの公民館のお時間です。この番組は毎週月曜日から金曜日、お昼12時から12時55分まで FM ルマ周波数 FM86.8MHz にて、うるま市石川赤崎スタジオから生放送でお届けしております。本日の担当は伊波香織です。この番組は皆さんの地域にある公民館村屋をラジオ番組に見立てて、身近な情報を発信する地域密着型情報バラエティープログラムです。うるま市内はもちろん、金町、宜野座村、恩納村、たまーに、やんばる、コザ、那覇まで幅広い地域の情報やお天気、警察、消防からのインフォメーション、イベントや行事、お悔やみのお知らせなどをお届けいたします。お昼のひととき、ちょこっとだけお付き合いくださいね。また番組では皆様からのメッセージ、リクエストもお待ちしております。大切な方へのお誕生日メッセージや心温まるいい話など、リクエスト曲にメッセージ、ラジオネームを添えて、メールかファクシミリでお送りください。メールアドレスは 868@fm-uruma.com、 ファクシミリは098-965-4868、 件名にみんなの公民館と書いてお送りください。採用された方の中から抽選で番組ステッカーなどをお送りいたします。またインターネットにて FM ルマのスタッフブログも更新中です。動画も配信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは FM ルマみんなの公民館スタートです。毎週金曜日はこのコーナー、うるま市役所からのお知らせのコーナーです。本日はですね、お二人にこのスタジオに入っていただいておりますが、ご紹介をさせていただきます。本日お越しくださいましたのは、うるま市役所健康支援課から高宮さん、そして佐久田さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、お二人の自己紹介をお願いしたいんですけれども、まずは高宮さんからお願いいたします。あ、はい、うるま市健康支援課から来ました、保健師の高宮と申します。業務の内容は、メタボリックの方への保健指導であったり、はい、血圧とか血糖とか、脂質異常のある方への保健指導などを行っております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして続いて坂田さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。同じくうるま市役所健康支援課から来ました保健師の佐久田と申します。業務としては、検診後の健康相談ということで、家庭訪問を行ったり、窓口での、はい、相談業務を行っています。はい、もういろいろ聞きたいこと満載なんですが、まずはですね、皆様にちょっとした寸劇を先にねお届けしようかなと思うんですが、こちらですね、先ほどご紹介もありました特定保健指導、はいはい、こちらをですねちょっとテーマにしまして、どんなうるま市でね、どんな健康の課題があるかということをですね、高宮さん、そして佐久田さん、他のメンバーの方々が、はい、寸劇として収録をしてくださいましたのでこちらをまずお届けしたいなと思います。どうぞお付き合いください。このストーリーの主人公となるうるま太郎は、妻と3歳の愛娘との3人暮らし。これまで家族を養うために精力的に仕事をしてきたが、40歳の節目ということもあり、初めて検診を受けた。検診の結果はメタボリックシンドロームであった。今日はメタボとなった男が愛する家族のために脱メタボを決心した日の出来事です。おっしゃー、今日は久しぶりの休みだな。昼間だけどビールでも飲んでみようかな。そうだね、最近本当に休みがなかったよね。だけど今日うるま市役所から保健師さん来るって言ってなかった？我慢しておきなさい。なんで、大丈夫やんに。っていうか、なんで来るかや。俺も40歳になったから、そろそろ検診でもと思って受けてみたけど、まだまだ若いから何も問題ないだろう。は？あんた結婚してからデージ太ってるよ。2年前に買ったズボンも
ウリ、見てみ。ズボンのベルトの上に綿が乗ってるよ。まあ確かによ。最近ズボンがきついけど、でもそれ以外は何もないよ。大丈夫。はーい。うるま市から来ました。保健師の中村です。はーい、どうぞ。はい、こんにちは。今日は太郎さんの検診結果のお渡しに参りました。早速ですが検診結果をお持ちしましたのでどうぞご確認ください。はい、どうもありがとうね。ん？メタボ？ワーがメタボな。ワタがでかいからな。はい、残念ですがメタボはお腹周りだけの問題でなく高血圧や高血糖、脂質異常が重なってしまっている状態なんです。メタボが恐ろしいのは心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化を急速に進行させてしまうんですね。で、わーわーお腹周り以外はどこがまずいば？太郎さんの場合、お腹周りが95センチと基準値を超えている以外に血圧が145-90、中性脂肪が300といずれも基準値を超えており、高血圧、脂質異常の2つのリスクが重なっている状態なんです。でもよ、どこも痛いところないよ。職場の同僚とか親戚とかいとこも自分よりワタブトゥたくさんいるけど、みんな元気だよ。そうですね。メタボになったからといってすぐに心臓や脳に大きな病気を発症してしまうわけではないです。しかしメタボが元凶となる、生活習慣病は5年、10年と長い年月をかけて進んでいきます。気づいた時にはお薬が必要になってしまっていたり、重大な病気になることだってあるんです。うるま市でも多くの方が心臓や脳の病気になり、高額な手術や長期入院を強いられたり、腎不全になり、人工透析を受けざるを得ない状況になっているんです。そういった背景には、先ほど太郎さんがおっしゃっていたように、うるま市は肥満率がとても高いというのが現状です。実際に男性は県内の市の中でワースト4位、女性に至ってはワースト1位なんです。ん？ちょっと待ってよ。確か沖縄は全国で一番肥満の多い県だったよな。その中でもうるま市は肥満トップクラスっていうわけ？大事だな。はい、残念ながら。でもメタボって言われてもよ、仕事で忙しいし、休みになったら家族サービスしないといけんから健康に気を使う暇ってないけどな。そうなんですね。お仕事に行く時にとても忙しい毎日を送っていらっしゃるんですね。奥様は頑張っている旦那様をそばで見ていてどうですか？休みの日には娘とよく遊んでくれたりするさ。この前パーパー好きとか言われてもデレデレよ。だけど結婚した当初よりだいぶ太っていて、見てくださいよこの綿よ。ベルトしてるけど綿で隠れて見えないでしょ。これ見るとなんか心配になりますよ。子供もまだ小さいさね。この子が成人するまで元気でいてほしいけど、旦那が倒れたら娘だってきっと辛いと思いますから。そっか、そんなに心配してくれてたんだな。アンシェ、何からすん？食べ物か？ゴーヤーも野菜もお肉もいっぱい何でも食べてるけどな。そうですか。実は沖縄県は油、肉の摂取全国1位で、野菜は全然取っていない県になっているんです。沖縄には、チャンプルーや揚げ物文化などで知らず知らずのうちに油を取りすぎてしまっているのかもというのがあるかもしれないですね。野菜も1日に 350g 以上は取ってほしいものですが、油を使わずに茹でたりお浸しにしたり、レンジを使ってカロリー控えめでたくさん野菜を取っていけるように工夫していきたいものですね。じゃあ家族のために俺も頑張ってみようかな。そうですね。家族のためにもご自身の健康のためにも維持を頑張っていきましょう。私も太郎さんが健康でいられるようできる限りサポートしていきますので。このストーリーはうるま市の健康課題に基づいて作られたフィクションです。しかしうるま市は全国でも肥満率トップクラスというのが現状です。健康であるときはその大切さになかなか気づけないと思いますが、まずはご自身の健康と周りの人の幸せのために特定健診を受け、
食生活や運動習慣を見直していきましょう。以上、うるま市役所健康支援課からのお願いでした。はい、ただいまお届けしましたのは、うるま市健康支援課がですね、うるま市でどんな健康の課題があるかということをテーマに作ってくださいました寸劇だったんですけれども、もう一度ストーリーを紹介しますと、このストーリーの主人公となりますうるま太郎が奥様と3歳の娘さんとの3人暮らしで、これまで家族を養うために精力的に仕事をしてきたんですが、40歳の節目ということもあって初めて検診を受けました。はい、その検診の結果がメタボリックシンドロームであったということで、メタボとなった男の人がですね、愛する家族のために脱メタボを決心した日の出来事をただいまお届けをいたしました。これ面白いですねよくわかりやすいし、普通のなんていうんですか、普段のみんなが喋ってる言葉で入ってるので、はい、聞きやすかったです。とってもよかったです。これちなみにメタボ役の方はどなたなんですか？はい、サクダがメタボ役でした。見た目すごい細いのにそうですね、全然メタボではないんですけど、はい、役として演じました。すごい上手ですね。はい、ありがとうございます。またこの保健師のね、中村さん役っていうのが高宮城さん。はい、僕高宮城ですもう普段のね、そのお仕事の内容とやっぱりマッチしていて、もうこれね、台本私ちょっといただいて見てたんですけども、台本にないアドリブまで入ってましたけれども、そうなんですで途中ちょっと空白があったと思うんですけどそこで元に戻るっていう、はいはい、いやこれ面白い。ちょっとこのデータね、私ちょっといただいてるので、他の番組でもちょっと紹介をさせていただきたいなというふうに思いますけれども、はい、本当にびっくりしたのが、沖縄県が肥満がね、ちょっと高い、肥満率が高いということで、まあ、1キロ減らす運動をやりましょうとかっていうのをね、県を挙げてやってますけれども、その中でうるま市は男性がワースト4位、女性がワースト1位っていうのは初めて知ったんですよ。あ、そうですか。そんななんだうるま市。はい、なのでもう全国でトップクラスの肥満率になってますねちょっとショックまあみんなね、働き盛りで健康診断に行く率っていうのも、うんうん、やっぱり少ないので、みんなで行きましょうとかっていう話はよく聞くんですけれども、はい、このワースト4位、男性ワースト4位、女性ワースト1位と聞くと、やっぱり自分の体もう少し見直さなきゃなって思いますね。はい、ちなみに私たちの目の前にですね、今脂肪1キロというね、模型を持ってきていただいてまして、体脂肪1キロとはこれぐらいの重さですよっていうのをね、今見せていただいてるんですけれども、これ私持たせていただいたんですが、結構1キロ重いですね。そうですね、まあこれが1キロなので、はい、5キロ太った方はこれがまあお腹周りに5つついてるとかやだしかもこの1キロの脂肪を減らすための運動量っていうのを聞いたらちょっとねショックだったんですが、まず高宮城さんの方から少しご紹介していただいてもいいでしょうか。はい、まずこれ持っていいですか。はい、ですね、脂肪1キロ減らすために、まあ、ウォーキングだったら、まあ、37.5 時間歩かないといけない。1日何時間？24時間なので1日半歩き続けないとこの脂肪は燃焼できないんです。そうなんですね。はい、またジョギングでは、はい、ジョギングではまあ15時間15時間走れない。そうですよね、もう鉄人じゃないと走れないので。はい、はい、他にもまあ自転車だったら20時間とか、はい、水泳だったらだいたい6時間ぐらいってなってますね。水泳といっても、はい、多分ね、水中の歩くだけではなくてクロールとか、はい、そういった動きで6時間。そうですね。はい、これ日々の努力っていう風に普通で、ね、言葉で言いますけど、はい、落とすのって結構大変ですよね。はい、どうしても運動だけではなかなか落とせないっていうのが現状なので、はい、普段まあ1日3食食べられてる食事の中で少しずつ気をつけていくっていうことが一番このメタボ出していくために近道かなと思います。なるほど。これ私もですね、食べたものをレコーディングダイエットといって書いて、はいはい、ちょっとね食べ過ぎたなと思った次の日は少し減らしたり、お野菜中心に食べたりっていうことをしたりですとか、
あとは毎日体重計に乗るとか、素晴らしい、そういうことはしてるんですが、はい、あのその食事をどういうふうに管理するのかとか、ちょっとしたアドバイスがあれば教えていただいてもいいですか。はい、食事についてなんですけど、はい、まあ、1キロを減らすのに運動だけでは大変っていうのが、うん、あの分かったんですけど、はい、例えば1キロを減らすのに必要なカロリーが7000キロカロリーになります。はい、7000キロ、はい、あの1日3食ご飯を食べる中で、うん、あの、はい、お米の量ちょっと、はい、あのお米が好きっていうことで多く摂りすぎてる方もいると思うんですけど、あのお米 50g でだいたい80キロカロリーになります。はい、で普段あの多く摂りすぎてる方であれば、はい、2,3 口ちょっと減らすだけで、うん、あの 50g 80キロカロリー浮くことになって、これが朝昼晩では240キロ、はいはい、でこれが1ヶ月ではちょうど7000キロ超えることになりますので、毎回の食事でちょっとお米の量減らすっていうだけでも、やっぱりその積み重ねでこの大きな脂肪1キロを減らすことができます。すごい、私それちょっと目から鱗でした。あのお茶碗をね、あのお子様用のちっちゃいあのお茶碗に変えて食べたりっていうことはたまにするんですよ。あの見た目がどうしてもご飯の量が減ってしまうとちょっと食べた感じがしなくて、はい、またついつい完食してしまったりとかしちゃうので、まあとりあえずこんだけ食べてるよっていうあの脳を騙すつもりでお茶碗小さめにして食べたりとかするんですが、 2,3 口我慢するだけだったらできそうです。あ、そうですか。あ、いいこと聞いた。そうなんだ。じゃあ毎食 2,3 口少し残すような感覚、あの今まで山盛り入れてたのを少し、うん、あの普通に戻すとか、はいはい、それぐらいの努力で1ヶ月で7000キロカロリー落とすことができるんですね。はいはい、すごい。ちなみにお二人はすごく体型がいいんですけれども、あの運動してたりとかそういった食事の面を気をつけていたりとかされてるんですか。運動に関しては週2回は、有酸素運動、はい、あのエアロバイクですとかジョギングを行っていて30分40分ぐらいですね、はい、あと週2日はちょっとした軽い筋トレを行っています。例えば筋トレというと腹筋とか。そうですね、腹筋背筋とちょっと重たいものを持ち上げたりっていう運動ですね。なるほど。私もよく聞くのが、あの女性はよあの買い物するじゃないですか、 あのお米5キロ買ったりとか、はい、普段の買い物でもすごく重りを持ってる状態なんですけども、それをあの負担がないように前かがみに荷物を持ってしまう方が多いらしく、はい、これを背筋を伸ばして持つことであの負荷がかかって筋トレと同じ効果があるっていうのを聞いたことがあるんですよ。はい、これもちょっとしたダイエットになるかもしれませんね。そうですね、うん、普段 の、 あの女性の主婦の皆さん、あの重たい荷物は持ってると思いますので、あとはそのどこに負担をかけるか、はい、っていうことの意識だけでも少しねカロリー消費できるんじゃないかなっていうふうに思いますので、本当に少しずつですけれどもね、日頃のこういったことが大切っていうことですね。はい、ちなみにあの健康診断を受けられてメタボリックシンドロームとあの認定されるにはどういった基準があるんでしょうか。そうですね、男性の方の場合は、はい、お腹周りの大きさが85センチ以上、うん、はい、女性の方の場合は、90センチ以上となります。はい、でそれ以外にまた脂質異常であったり血圧が高かったり、はい、血糖値が高いということが、ま、積み重なってメタボリックと判定されます。なるほど。はい、じゃあこれやっぱり毎年健康診断を受けて自分の数値っていうのを知っとくっていうのがまず初めですね。そうですね。男性は85センチ以上ウエスト周りがあれば要注意。要注意です。女性は90センチ以上。はい、はい、そうですね。うん、今あのお腹周りの基準というのが出たんですけど、はい、平成26年度にうるま市で検診を受けた男性の 57.9% が、基準値以上。半分以上？そうです。はい、すごい。はい、女性が 30.5% 基準値以上となっています。はい、じゃあ3分の1ぐらいの方、はい、そうなんですね。やっぱりちょっとした努力で減らせるものであれば、特に女性の皆さんはね、あの洋服可愛いものも履きたいですし、はい、うん、頑張りたいと思います。はい、でそれ以外にあの結構ね健康支援課の方では毎月いろんなイベントをされていて、あとセミナーがあったりですとか運動系とかもいろいろあると思うんですけれども、何かこれからの
時期で行うものっていうのはあるんでしょうか。あ、はい、ですね、9月18日金曜日になりますが、はい、男性のための料理教室を、開催する予定となっております。はいはい、こちらの時間の方が、まあ、午後の6時から8時ですね。はい、で場所の方が健康福祉センターうるみんの3階の調理室になっています。はい、で対象の方なんですが、はい、うるま市在住の30歳以上の男性になります。はい、これは結婚してても結婚してなくてもいいんですか。はい、もう独身でも既婚者でも大丈夫ですこれいいですね。はい、男性のための料理教室。はいはい、でどういったものを作るかっていうと、うん、麦ご飯であったり、はい、焼き鮭のこのもずく、野菜あんかけ、すごい、はいはい、とかあときのこのガーリックソテーなどですね、はいはい、こういったものを学ぶことでまたご家族に振る舞ったりとか、うん、恋人に振る舞ったりとかしてね、一緒にまあ健康になっていきますので。そうですね、はい、料理できる男性って株上がりますからねどうですか。たまによしけいの、はい、取り寄せでちょっと作ることがあるんですけど、はい、すごい、ぜひじゃあうちらとか行ってまたメニューを増やしていただいて、はいはい、これいいなと思うのが、うるま市食生活改善推進協議会主催ということなので、もちろんこれってカロリーとかも計算されたお食事になるんですよね。はい、うるま市のこの管理栄養士さんが、はい、サポートして、多分、カロリーは聞いてないんですけれども、はい、600とかそれ以下ぐらいのカロリーに一食収めていらっしゃると思います。これにね、ちゃんと冬瓜と鶏肉の味噌汁と、あとヨーグルトもついてっていう形でね、はい、本当に一食のお食事が作れる料理教室となっております。また参加費もすごく安くて、300円で参加できる、はいはい、大丈夫ですか材料費にもならないと思うんですけど大丈夫ですか大丈夫です。そして持参するものがありまして、エプロンと三角巾を持ってきていただいて、はいはい、お料理するということになります。はい、ちなみにこちらまだ参加したいという方いらっしゃったら、募集の方は間に合いますでしょうか。はい、大丈夫です。まだまだ定員の方は達しておりませんので、はい、ご申し込みの方お願いいたします。はい、それでは問い合わせ先 の、 電話番号お願いいたします。はい、問い合わせ先の方が、うるま市役所健康支援課、電話番号の方が973-3209、うん、973-3209となります。はい、はい、こちらの方にお電話をいただきたいと思います。はい、男性のための料理教室、これぜひ受けてほしい。うるま市にお住まいで30歳以上の男性の方です。女性も受けたい方いっぱいいると思いますけど、ご主人とかね、彼氏さんちょっと生かしてから、はい、美味しいお食事作ってもらいましょうね、女性の皆さんということで、ぜひぜひお申し込みお願いいたします。電話番号は 098-973-3209、 973-3209までお願いいたします。そしてですね、先ほどのですね、メタボリックシンドローム、こちらの方に少しお話戻りますけれども、この脂肪を1キロこれこの重さですよっていう模型なんですけれども、健康支援課に行ったら実際に見ることっていうのはできるんでしょうか。はい、見ることはできます。はい、はい、これ絶対一回見てもらった方がいいです ね。 そうですね、これがお腹の周りについてるんだと思うとちょっと焦りますから、ね、はい、はい、ぜひ実際に見せていただければなと思いますし、またですね、この運動、この1キロ減らすための運動、どういったことをしたらいいのかっていうのもね、実際に健康支援課で教えていただいてもいいですか。あ、はい、大丈夫です。ぜひぜひお近くの方にですね、健康支援課の方にお越しいただいて、はい、こういった運動した方がいいですよってアドバイスなどもいただきながらね、はい、はい、できればなと思います。はい、うるま市の方でまた毎週火曜日なんですが、はい、9時から11時に、はい、定例健康相談というものを開催しておりますので、はい、はい、ご予約なしでまたご来所していただいて、はい、その時にまた体重とか、うん、お腹周りなど測らせてもらって、また健康相談を受け、はい、していただくこともできますので、よろしければ、はい、ご利用お願いいたします。はい、こちらは健康支援課の方で毎週火曜日行っているんですか。はい、はい、場所はうるみんの
何回でしょうか。3回になります。はい、はい、ウルミン3回の健康支援課で火曜日午前9時から11時まで、はい、はい、相談など応じてるそうですので、ぜひこの時にですねお越しいただきまして、ま、人前でちょっと体重乗るの嫌だと思うんですけれども、健康のためですぜひね体重そしてウエスト周り、はい、はい、測ってねまた相談をしていただければなというふうに思います。それではですね、あのラジオを聞いている皆さんに一言ずつあのいただきたいんですけれども、まずは高宮さんからよろしいでしょうか。あ、はい、皆さん健康でいただくために、まずはご自身の体の状態を知るというためにもですね、はい、ぜひ特定健診の方をまず受けていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして桜田さんお願いします。はい、同じく健診をまずは受けていただくということが大切です。はい、健診を受けてくれさえすれば、その後の健康づくりのフォローは、しっかり私たちの方で行っていくいきますので、はい、ぜひ健診の方をよろしくお願いいたします。そうですね、まずは自分の体を知ってもらって、でそこから相談してどういった運動をしたらいいのかとか、先ほどのねあのお食事お米を 2,3 口残すとかっていう方法などもアドバイスをいただきながら、はい、もう健康になってね長生きしないとね人生楽しくないですからね。そうですはい、ぜひ皆さん特定健診を受けていただきまして、何かねあのご相談などありましたら健康支援課毎週火曜日午前9時から11時ご相談を受けたまわっておりますので、ぜひウルミン3階の方にお越しください。はい、よろしくお願いいたします。また詳しいお問い合わせ先の電話番号なんですけれども、先ほどの番号でよろしいでしょうか。はい、はい、098-973-3209 健康支援課までお問い合わせください。本日ですね、メタボリックシンドロームのことについて寸劇も準備してくださいまして、またいろいろとアドバイスもいただきました。お二人はですね、うるま市役所健康支援課から保健師の高宮さん、そして桜田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲曲をお届けいたします。私の曲でですね、今出雲ブライダルギャラリーラビスの方のテレビ CMソングともなっております。曲香りで日の当たる坂道お届けしたいと思います。
FM うるまのみんなの公民館、この番組は FM うるまの提供でお送りしております。先ほどは毎週金曜日のコーナー、うるま市役所からのお知らせコーナーで、本日はうるま市役所健康支援課から高宮城さん、作田さんにお越しいただきまして、メタボリックシンドロームについてのお話、そして9月18日金曜日に行われます男性のための料理教室についてお話を伺いました。男性のための料理教室は9月18日金曜日午後6時から午後8時ウルミン3階の調理室で行われます。対象はうるま市民で30歳以上の男性の方、参加費は300円、持参するものはエプロンと三角巾をお持ちください。お申し込み先はですね、うるま市役所健康支援課、電話 098-973-3209、 973-3209 までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。それではここでお天気予報をお伝えしていきたいと思います。沖縄地方本島中南部北部、今日は北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後 20%、 日中の最高気温は31度の予報となっております。明日土曜日、沖縄本島中南部北部、北西の風のち南西の風、晴れ、波の高さは1メートルでしょう。降水確率は午前中が 10%、 午後は 20% の予報となっております。朝の最低気温は27度、日中の最高気温は31度の予報となっております。沖縄本島地方と先島諸島は高気圧に覆われておおむね晴れています。大東島地方は湿った空気の影響で曇っており、にわか雨のところもあります。今日は前線や湿った空気の影響で沖縄本島地方は夕方から曇る見込みで、ところによりにわか雨があり、雷を伴うでしょう。大東島地方は曇りで一時雨か雷雨がある見込みです。先島諸島は高気圧に覆われておおむね晴れますが、大気の状態が不安定で、ところによりにわか雨か雷雨があるでしょう。明日土曜日は高気圧に覆われて、沖縄本島地方はおおむね晴れる見込みで、ところによりにわか雨があるでしょう。沖縄本島地方、八重山地方、大東島地方では、本日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方の沿岸の海域は多少波があるでしょう。また本日は高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。こまめに水分補給、そして塩分補給はお忘れなく。そして暮らしの総合行政所からのお知らせです。本日9月4日金曜日は午前10時から午後4時まで行政相談を受けたまわっております。道路や福祉のことなど、国の仕事やその手続き、サービスについて困っていることや、どこに相談したらよいかわからないといったことはありませんか？沖縄行政評価事務所の職員や行政相談委員が相談に応じます。那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります総合行政相談所までお気軽にお越しください。また本日もお電話での相談も受け付けております。電話番号は098-836-4910、 836-4910 までお問い合わせください。本日は行政相談、道路や福祉のことなど、国の仕事やその手続き、サービスについて困っていることは、那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります総合行政相談所、もしくはお電話で 098-836-4910 までお問い合わせください。はい、以上暮らしの総合行政相談所からのお知らせでした。それではですね、本日のみんなの公民館、ここまでとなります。この後も FM うるまの番組でお楽しみください。
本日のお相手は伊波香織でした。それでは素敵な週末をお過ごしください。また来週、バイビロー。